はい、チャンネル登録してくれている人もチャンネル登録がまだな人もメハ新誠チャンネルの誠です。いつもは、コックコートを着てるんですけれども、最近ちょっとねお店の方がね一時的にですね臨時休業多くなってしまいまして、今事務仕事が多いためですね T シャツ着て、はい、こんな感じの新誠チャンネル T シャツ、はい、作りました。はい、こんな感じでね T シャツ着てますけども、いつもは、コックコートを着て仙台市太白区富澤のアクロスプラザ富澤西さんの中にあります蔦屋書店さんの裏にあるチーズキッチンというお店でピザを伸ばしたりしています。はい、今日はですね、またちょっとね暗めのね、照明になってますけれども、ちょっと面白い照明手に入れましたので、こちらの方紹介させていただきたいと思います。でこちらの方って出せないのが、ね、出せるかな、ちょっと待ってくださいね。後ろね今動いててね、これです。はい、こちらピン合うかな。はい、こちらのねちょっと面白めのね照明をご紹介させていただきたいと思います。それではスタート。はい、今ねまさにね後ろね青とかオレンジとか、あとは何色だ、白とかですかね。はい、ちょっとねキラキラとしたね、なんというかこう星とかですね、そういったものちょうどね今背景ボケ入れてるんでねちょっとボケてると思うんですけれども、まあぼかしながらもねちょっといいんじゃないかななんて思って、こんな照明ですねありますよということでご紹介させていただこうかなと思いました。はい、Amazon さんでね500円しなかったはずですね。なんかねセールで安くなっててね、まあ、確かに何に使うんだっていうような照明だったっていうのもあって、まあ売れてないって失礼な話ですけど、もしかしたらねクリスマス用とかそんな感じで使うのかもしれないかなというふうに思うんですけれども、そんな感じでね売っていたね安かったねものをですねちょっと購入してみまして、こんな感じで撮影するのも面白いんじゃないかなというねご提案というふうな意味合いでですね、まあ、照明シリーズみたいな感じで、ね、撮影してみたいというふうに思いまして、こんな感じで撮影して見ているところです。はい、どうですかね、ちょっとね後ろ背景のね照明というかね背景がこう移り変わったりとかしてねちょっと動きがあるっていうのもねちょっとなかなか面白いんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ今部屋ね真っ暗にしてる状態でね自分にだけね照明を当てているという状態で撮影していますので、後ろすごくキレキレキラ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 ですね、見えてはいるんですけれども、まあそうですね距離感としてはあ、ちょっとフレームアウトして距離感としては大体今壁と照明の間が2メーター強ぐらい、はい、ちょっとスケールで測ってみました。はい、スケールで、あ、暗くなった、どうする、よいしょ、はい、突然暗くなりました。はい、こんな感じのね、はい、スケールでね測って見ましたが、2メーターぐらいですねあるんですけれども、まあね綺麗にね映るようになってますね。まあちょっとね照明の落としたねパーティーとかですね、クリスマスパーティーとかですね、あとはねちょっと暗めのエリアとか、あと外に向けてとかですね、いろいろな方向でね使えるかなと思うんですけれども、まあ元々最初からパターンが入ってる状態で白と青とオレンジとまあ白かな、4種類のね星の画像がですね移り変わりながらですね、ちょっとずつ変わりながら照明としてかなりね広い範囲にね映せる感じになってます。まあね、ちょっとね光が強すぎるんで、これをねまあいわゆる上を向ければ天井に、今まさに天井に映ってますけれども、こうすれば壁に映るというふうな感じになっています。まあね、モードを変えるとねこうピカピカする、こんな感じですね、ピカピカする光り方が変わるみたいな感じにね押していくと、ちょっとゆっくり消えたりゆっくり変わったりとかっていう風な感じになっていく照明になりますね。まあムード照明的なものって使わない人って基本的に絶対に使わないじゃないですか。私もそうなんですけど、YouTube の撮影の背景とかですね、ちょっとまあ部屋の中でね撮影する場合が多くなってきた時に、ちょっとね背景の方ですね凝ってみたいとかですね、
照明でちょっと面白くしてみたいとかっていうふうなことであればですね、こういった形でもうちょっとね、あの用途としては全くちょっと用途がちょっと別の用途になってしまうので、安くなってしまったとかですね、夏場なので、冬場の商品というふうな形で売っているから安いものとかですね、そういったふうなセールものからですね、拾ってね、買ってみるとね、意外とね、面白いものができるんじゃないかなというふうに思って買ってみたところでした。ちょうどね、背景ボケ入ったことによってね、ちょっとこうぼんやりしてる感じなんですけれども、まあ、背景ボケ入らないとこんな感じいくかな、ピンちゃんと合えばですけど、かなりね、はっきりとね、くっきりと出てる感じで、思いのほかね、500円、600円の商品にしてはね、かなりね、いいんじゃないかななんていうふうに思っています。はい、ということでですね、ちょっとね、他の人と違うとか、ちょっとね、違った、照明で撮影してみたいとかですね、そんな感じで撮影する際にはですね、こういった風な照明っていうのもですね、面白いんじゃないかなということでですね、こちらの方を購入してみました。はい、今後ね、多分ね、なんかその撮影、写真の撮影とかでもね、室内撮影、スタジオ撮影なんていう風に言った時にですね、そんな時にもちょっと使えるんじゃないかなという風に思っておりますので、まあ、こんな感じのものもね、ちょっと取り入れた作例とかですね、今後出していけたらいいなという風に思っております。なかなかね、外にね、撮影しに行けなくなってきているところではあるんですけども、また近々ね、今度ね、人の少ないような森の中とは言わないですけれども、神社とかですね、なかなか人が少なそうなところ行ってですね、ちょっと撮影してきてね、こんな感じのレンズで撮影してきましたみたいなね、作例動画なんかもですね、今後上げていきたいなというふうに思っておりますので、はい、もしよろしければですね、グッドボタン、チャンネル登録ボタンですね、こんな照明あるんだみたいなね、あればですね、グッドボタン、チャンネル登録ボタンを押してみていただければと思います。ということで本日の新誠チャンネル、こちらの方で終了となります。また別の動画でお会いしましょう。それでは。